こんばんは。みーちゃん、やっほみーちゃん。もらった後向きから。昨日さ、先にさ、ネタバレしちゃったから。やばいやばい、やばいことしちゃったからね。キさんこんばんは。鏡かわいすぎだろ。うちアイシャドウ塗ってた。かわいいやろ。薄ピンク。キムタナポン、こんばんは。ハロー、しおり藤崎。ハロー。ハロー。ショート、やっほー。3月お疲れ様ね。もう3月終わっちゃうって寂しいですけど。本当に楽しい。いい1ヶ月だった。いつも楽しいけどね。特に。特に特にでしたよ。あ、すごいピンク。My name is Kim Tanapon. I'm from Thailand. Now Kim Tanapon live in Kuala Lumpur, マレーシア。マレーシアにいるんですか？おお。クアラルンプールにいるんですか？一回バンザジャパン行ったことありますよ、マレーシア。私はその時に行けなかったんですけど。マジでパンの海外遠征で行ったことありますよ。何しや。ハンドハマー、こんばんは。やっほー。ともくん、やっほー。お邪魔しました。じゃあお邪魔しまーすでしょ。今から話すんだよ、私たちは。はやたん、しおちゃんかわいい。やっほー。ちょっと薄い。ちょっとまつげとかねやってないけど、今いいかっていうことで。見た、可愛いし書いてあることが嬉しすぎて泣いた。本当？ちょっともったい女みたいになっちゃったんだけど。嬉しかった。あれはね、プレゼントしてくれたの、ともきが。それお願いしてたの？昨日、あれ？なんだそれ？ってことは。ってことは、知らなかったんだ。素敵。本当に素敵やな、私たち、兄弟。でも、年の差もね、いい感じなのかも。なんかさ、1歳、2歳とかの男女だったらさ、なんかちょっと、年が近いがゆえの喧嘩とか起きそうだけど、すいません、でもまつげを堂々とあげてしまい。思いましたが、チュトロー、こんばんは。やっほー。やん、黒い猫ちゃんちゃんさん、こんにちは。ジュライ、こんばんは。デジマコモコ、こんばんは。今日もかわいい、ありがとう。マコモコ、やっほー。元気してる？うちらが出会って3ヶ月だったね、この前で。ルバンチェル、こんばんは。やっほー。今日もいっぱいヘルプしてくれてありがとう。ローモバ。ローモバにて。かわいすぎるって思ってくれてありがとう。タイクー、あ、タックー、こんばんは。こんばんは、こんばんざい。やっぱり勝利が一番やなって。どう、最近の調子はどうなの、仕事の。はい、最近の報告をどうぞ。マサ、ヤッホー。ヤッホー。ねえ見てよ、今日なんかさ、はい抜きましたみたいなさ、トグズク来てさ、ムカついたから抜かしておいた。ムカついたっていうのは嘘だけど。やばいやばい、今連チャンだよ、せいちゃん順位。ちょっと隣にいいよ、うん、順位。おもろー。
3月ありがとう、ありがとう、ライブデビュー沼りました、バンジージャパンに沼ってくれて、ね、ありがとう。ずっと聞きたかったんだけど、推しは誰なんですか、バンジージャパン、リバさん、ね、結構知っておきたくて、なんか知っておきたいんですよ、そういうの。ぜひ教えてください。ハクこんばんは、出た、ギルド入れない人。かわいそう、ずっと右下にいるもん。HACKN ハクミッション入れないの、もうやめたん、なんか誰かのリプでアンインストールしたみたいな。やめたん、なんかサンタさん方式で起きたら枕元に置いてあった。あーでも昨日トモキ帰るの遅かっただろうねと思ったけど、結構みーちゃんもいつもね遅くまで起きてる人なのね。一緒の配信見てくれてる人はみんな遅くまで起きてる人って優しいね。喧嘩とかするの、と気になる。みちゅくん赤ちゃんやっほー、しおりちゃんの撮った桜の写真、いや、やばいよ、もう本当に下手よ、本当に下手。あのね、本当にあれがない、なんていうの、センスの写真とても載せられてない。なんかさ、よくプロの人はさ、なんか桜の木でさ、なんか一部分咲いてる桜をなんかお重視で撮って、なんかちょっと後ろが背景だとか撮ったりさ、なんかそんなことしなくてもパッてさ、ピッて撮った写真がすごい綺麗みたいなってきた。それがピッて撮ったら、なんか本当にピッて撮った写真でしかなくて、なんかあれおかしいなーって。なんか桜だけじゃないんだけど、イルミネーションの写真とかもなんかうまく撮れなくて、本当に写真のセンスある人いいなって思う。なんか色合いとかもなんかよくわかんないしねって感じなのよ。さっきそう撮れないんだけどってさツイートしたら、なんかみんな慰めてくれてるから、しおりちゃんが撮ったものがなんとかみたいな、なんかその気分でいいんだよみたいなって、笑った。あ、慰められてると面白かった。セミタンやっほー、みちーくん死後は帰宅中、お疲れ様、乾杯、雑楽乾杯。ふーちゃんいないですか、ふーちゃん来てない、ふーちゃん来てないかな、ちょっと探し中。ハマヤッホー元気、クリスタルカイザーこんばんは、仕事であんまりプレイできてないけど自分なりに頑張ってる。そうだよね、あれ結構の張り付きゲームだからさ、なんかできる時間とできない時間の差やばいよね。なんかさ、あ、今からそういう時間触れないって時はなんか研究の時間とか長いやつに越して、あ、これ3時間やみたいな。なんかさ、ずっとやっ結構ずっとやってる時に3時間さ、はっ3時間もかかると思うけどさ、そう寝る前とかに、ね、でかいやつをね、でかい時間のやつをね持ってこれたらいいよね。仕事倒れそうなくらいに忙しい、今日も疲労で頭が痛い、お疲れ、頭痛が痛いってやつや。外寒いの、そんな夜って寒いよね。今日昼は暖かかったけどね、家が出てないけど、昼は暖かそうだなーって思ってた。今日もしっかり休憩取れなかったの、しっかり休憩取れなかったのとこ時は疲れが溜まっていく一方ってことか。今日はいっぱいご飯を食べてください。最近ご飯のツイート少なくなったね、今より。ヘルプぼちぼちおじさんです、こんばんは、出た、タジって誰、やっほー、最初のポイントがちょっとずつ伸びてきてるのを見てるから、もう絶対に抜かされないのかな、絶対に。商戦の商品がリセットされました。そう、みんな中ご報告があります。なんと今日レベルが白レベル13になりました。あのあれめっちゃ使った、時間スキップボタン、自分山のちゃん、セラちゃんとランキング争ってる。頑張ってる、かわいい、みんな頑張ってた。翼くんかわいい、ギャッホー、ギャッホー落ちちゃった。ギャッホー
ね、なんかさ、あ、なんかなんだっけ、3月21日にしてた今日勝利がいいのしたさ、ついとって勝利のこと、明日もやばそうなの仕事が頑張って、やばい時こそね、頑張ったらさ達成感ってことで、上3桁が同じだからこれ以上戦力いじりたくないウケる。さっき見たらさ、めちゃくちゃ一緒ぐらいでさ笑った、あれあれと一緒ぎゅうと入るなんでね、アインストールしました、攻撃しても、攻撃はせんけどね、本当は一緒に耐えてくれた、だったのにと切なくなって、ロマン全然できない、あ、なんかね、あれらしいよ、なんかね、レベル、今日ね、朝ぐらいに出てきたんですよね、なんかレベルによって、なんか数日間入ってる方、勝手になんかね、強制退場させられるみたいな、強制ギルド大会みたいな、なんか、チャットのところがあるけど、なんかそこに出てくる、なんかログインしなかったんで、んさようならみたいな通知が来て、死ぬ、今日もね、チャツヤマルさんっていう人がね、あの、出てかされててかわいそうだった、ウケると思って。だからみんな1日に1回は絶対ログインしても、開くだけで OK、 開いてなんかのレベル1個上げて、はい10秒で大丈夫。でもあのできればあのみんながね4月27日までに白レベルをね10個上げてほしい。福君こんばんは、やっほー、おやちぽよ、やっほー、おやすみしおりちゃん、あ出た、おやすみ詐欺ね、これあと5回やれやろ、これ福君こんばんは、喧嘩なんか毎日しとる、喧嘩毎日しとるの、でもなんかさ、思うんだけどさ、兄弟とかってさ、もうそういうもんじゃん、だからなんかさ、結構なんか言わずに言っちゃうタイプなんだけど、なんかちょっとずつ小出しにしてた方が絶対ね、いい関係ができるよね。大阪来た、全員推し、でも一人決めないとって言われてリマちゃんになりました全員推しなんだね、大阪来た全員推し、じゃあ来週違うメンバーが行くから推し増えるねやったー、やったで、後ろ押しってことで、キシモッちゃん、やっほー、じゃあ今日キシモッちゃんのおでこくらい一緒にほっぺずるずる見て、どう思う、ポルポルポルさんこんにちは、どめんが、ヨアちゃんやっほー、今日普通に聞こえてるの、大阪の造幣局桜並木はすごい綺麗だから遠征とかタイミングは大事に見てほしいな。桜並木いいね。でもさ、今のうちいつかと、まだ今ちょっと花粉少ないやん、その時に行っとかないとねお花見とかしたい、お花見という名のねキャンプみたいな、もんなんで挨拶、あ今日もやっぱもんなとかそうじゃないかと思ったんだよね。タルーチカさんこんにちは、夜桜綺麗だ、ロマンチックじゃん、夜桜だなんて、すなちん、あっはぁ、びっくりした、新しいカバンで蓋取れてたんだけど、あせ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 、聖なる愛さん、なんて見ますか、コバンちゃんやっほー、ハリーサンタやっほー、アイドル祭りしてその時頑張ってた午前勤の、嬉しい、その時頑張ってたよ、ってことは6期ぐらいまでアイドル祭り出てたから 10人ぐらい教えるね、みんなよろしくねでもさ、大阪に行ったメンバーみんな好きって言ってくれたけどさ、大阪メンバー、大阪 に行ってるないメンバーでも気になった子がいたらさ教えてね、紹介してあげる、なんかさ、会ったらさ魅力に気づくけどさ、ヘルプを押すことに存在価値を見出せる田島早い時マジ早いよね、なんか早押し委員会みたいな時あるよね、受ける早っと、それでもねめっちゃ早い時はマジ3秒で返すけど、遅い時はもう全然返す、ちょっと待ってください、お仕事なのか分かんないけど、お仕事か分からんけど頑張ってってよ、ハテナつけときゃいいか、お仕事謎に大きくしとこう、はてな、チュレパチパチパチ、すごいでしょ、チュキ添えて
写真を撮る気力すらなくなってしまった。今来てくれたから、はい。あ、こ、ヨアちゃん寝てた。ウケる。でもそんな記録ないのに配信来てくれてありがとうね。ちょっと記録回復した。じゃあご飯食べて、ご飯、はい、ご飯食べて。疲れた時はご飯が一番さ。そう、ご飯を食べないと体力回復しないんですからさ。ということで、タク君こんばんは。僕もやって後ろレベル10です。みんなやってるから数日くらいの出遅れが取り戻す。頑張ってこ、そうなってみんなで10日間ぐらい長くやってるのにビュン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 残されていきよう。ふーちゃん待ってたよ。誕生日おめでとう。来た来た、誕生日パーティーや今日ふーちゃんの。はい、そう、ふーちゃんがね昨日ファンサってね言ってくれたから、ファンサを歌おうって思うんだけどね、これからちょっと今ね充電中で、あとちょっと3分ぐらい待ってほしいなと思ってる。あと3本来てて。さよならは笑うじゃん。さよなら、一生同じ戦力に合わせることにした。じゃあしおりが一気に5万アップしたら5万アップしてね。分かった。じゃあちょっとさ、じゃあストーカーみたいってこと。じゃあしおりもストーカーするね。ああれか、誰だろうね、酔っ払いながら帰ってたらしいけど、想像の、あ、しおりだろうなと思って一応いいねしてみたけど、違ったらまあ違ったでもいいかと思っていいねしとった。うんうんうん。ウケる。昨日のツイート嬉しかったよ。なんか推しとなんとかかんとかピーンみたいな、3枚のチェキと一緒にチェキ、写真撮ってたんですね。トラックだから貼り付けるのにギルド入れないので今日もちょっと MA さんには問い合わせたけど弾かれたってこと。それさ、中の人と仲悪いんじゃないの。ズズズ、かわいい、ありがとう。いちくんサッシンさん、こんにちは。100回目の表面訪問、すごい、何回も見てくれてる。タワーさん、こんにちは。それはもうちょっとで毎日配信1700日になるけど、イベントとかの日は1日3回とかやっとったから、回数で言ったらどんぐらいなんだろうね。2000回は行ってないんだろうけど、そのくらい配信ボタンを押してるかもしれない。たけしやほ、いや、また変わってない、ちょっとガクさん、ガク00070703、自分らお互い言いまくってめっちゃすごい。え、それがいいよね。一番言いたいこと言なんかさ、主人が一番主人喧嘩したくない人間なの。なんで嫌なのかっていうと、その喧嘩した後の時間嫌いなの。なんかちょっとなんか形容感とか、なんか相手のこと、なんかさ、喧嘩してる時とかさ、なんか相手のこと嫌って思ったら嫌な部分しかさ見せなくなるやん、見えんくなるやん。それが嫌なんよ。だからできるだけ好きでいたいから嫌いっていう時間を作りたくないの。だから一番いい関係だよね。え、これやだ、はい、終わりがいい。でも本当に言いたくなったら言うけどね、言うけど、なんかだらだらだら言いたくないとかさ、思うのは、急にさ語り出してあれだけどさ、なんか思うのはさ、なんかこうお互いもし溜め込んでた場合さ、喧嘩になった時、前のあれもこうだった、前のあれもこうだったとかで一番嫌なんだよね。本当だ、俺はツルツルってかてかでしょ。今日も調子、最近ね、なんかね調子よくてでもニキビとかできなくなったとか言ってね、これから夏になったらいっぱいできるし、夏になったらニキビできるんだ。まさか虚言に関することに突っ込まれるとは思わんかった。何が塩のこと、なんか塩のこと、なんか面白い、なんかアプローチが面白いみたいなさ、ツイートしてて面白かった。塩のが綺麗だよ、何より桜、桜よりも、あーノーネームさん、こんにちは。あ、こんにちは、ジャンボさん、やっほー、お心遣いありがとう。 お気遣いじゃなくてお心遣いって言葉、素敵、ありがとうっていいよって、ここいいよいいよ、上から見せんでいいよ誕生日おめでとう、あれ投げちゃったやん。で長いよ誕生日何回言いたいよそれ、あと100回ぐらい言ってくれよ多分感謝見せめて。そうこれ、あのね、今日誕生日のね、ふっちゃんがね、私のね歌うんだけど、は、私じゃない、私が歌うと、ふーちゃん誕生日おめでとう、これ半年
スマイルにくれたやつ、今日おかんかぶってるから、じゃあこれでお祝い。はい、スクショタイムのふ、ちょっとこのとんがり口が好きなの。いいね、これだ。これはなんかガチスタフラっぽいやつがこれ置いてあって、ここにも置いてある。これは今年ムヒロさんがくれたなんかスタッフラっぽいやつなんかこんなさ、なんか作ってもらっ、なんかずっとさ見えるとこに置いてきたよね。ふーちゃんなんかずっとここに置いてる。まあムヒロさんに至ってはあんま配信来ないけど、まあね、どこに置いときたいから置いてるって感じです。ありがとうございます。目薬してたのになんとかさ日付変わる前に配信したかったけど、それでもさ11時58分ぐらいに始めちゃったから、あちょっと遅かったなーって思った。花神くんこんばんは、やっほー。なんときみやっちとのリポ面白かったよ、しおりちゃんにバレるみたいな。合言葉取り切りのお鉢は、山田太郎さんこんにちは。わら晩酌は推しと一緒に、あそれ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 、なんでよ、じゃあ別々に載せてよ写真スーパーノバさんこんにちは。おじさん帰宅お疲れ、おじさん、おじさん慌てて戻して戻して報告受ける、慌てて慌てたってことも書いてていいね。あうちさずっとこのさアバターでいろとは言わないけどさ、ここに来るときはさ戻してよね。まあずっとこれでいてほしいけどどう、この優しい優しいように見えて優しくないこの言葉どう、ストーカーもか可能ですか。あ、なくなっちゃった。じゃあダメだよ、離れたポイントずっと一緒ね。数字が上がったらストーカーしてねだからいっぱいやりたくても数字がずっと動かなかったら全然できないって話。おーちっぱよこんばんは、やっと15まで来た、めっちゃ早い。あんたあと3日で15ってどういう気持ち。あん今日会いたかった、あーごめんね今日出なかったの、あー落ちちゃった、落ちちゃった、待ってさ、さひちゃんハッピー3月の最後だったもんね今日。これさ袋外すのが正解なんかわからんけどさ、なんかこれツインテールみたいで可愛いね。丁寧に参加条件がイベント監視以降に始めてダウンロードする端末に指定の URL からダウンロードされたように限るって。えでもなんか何人か言ってたけどね、だってあじこさんもそうだよ、あじこさんも前やってたけど言ったらやってもらったって。というかしおりさんが私が 4.8 の情報ファボした直後にファボしてくれてる、びっくりしたよ。そうそのそうそのリあのいいをツイートいいねしてくれて、あつまさくん見に行ってこうと思って、あるあるなんだよね、いいねしてくれた人の通知を見て、あこの人のとこ見に行こうってた時ある、めっちゃ共感。喧嘩のあれ絶対喧嘩したくない、うん絶対喧嘩したくないしおりも、じゃあそういうタイプだね。ちょっと価値観あるよねってか、バレてないと思ったのに残念だな、はっはたけしの残念だな、めっちゃ共感ね。でじゃあさ今度しおとみーちゃんが喧嘩することあったらさ1秒間で嫌なとこいよ。まあないけどね。いやふちゃんなあしおに言われたかと思った、あオッケー。おかがさんこんにちは、おいしそう。のもさんこんにちは、のーちゃんやほ、今日ふーちゃんの誕生日だよ。ラビちゃんありがとう、ごめんね、しおりがさしおりに言ったかと思ってさ、まだ言ってんのかよとか言ったけどさ、ふーちゃん向けた受けた、はぁ、あ、やがヤドカリおもちゃ箱さんこんにちは。おもちゃ箱、わらわらわら、性格のデフデフなんて読むこれ、出てしまいました、はぁ、あ、なんて読むこれ、明日新宿御苑に見に桜見に行きますので、今日は寝ます、おやすみ。写真撮ってきて、写真よろしく。バレてた、バレてるし見てるからね、ネットストーカーだから、さすがに食べると大事から、あーなんかあるよね、なんかさ端末違ったらもう一個できるみたいな。ってことでちょっと今日のお誕生日のふーちゃんに向けたお誕生日の歌ではありませんが、ファンスを歌います。今えすごいね、みんな今1位桜だって、小袋の桜や、でもさ4位がドライフラワーって枯れてんやんね。
今絶対やめた方がいいよね。今絶対ドライフラワー歌うなって感じだね。みんなだって今桜咲いてるのに。うんうん、ああ好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆きすで気のせいじゃない、ふーちゃん。
お誕生日おめでとう。あ、気にしないで。おめでとう。あ、くそ。ハッピーと気合と根性の3月終わった。4月はご褒美のディナーを待った。あ、楽しんで。服は袋はヨレヨレちゃんになったら外しちゃってください。ずっとガードでくる。でもそれは袋がないと絶対にあの私管理できないから、あの袋に入れちゃうからいと。やはりアフロにハマってます。アフロにハマってる曲。なんで自分と小中が喧嘩するの。わかんないよ、これから私たち何が起こるかわかんないでしょ。見て、喧嘩かけてみた。あっ、なんちゃって。そういえば、明けは伝わった。あ、わかった。伝わってほしいでしょ。意味がわかったよ。例えば、5時から5、17時から3時だったら2日分ってことですよ。これ日にまたいでるから。ヤクボさんこんにちは。ヤクボもっともっと上にいてもダメだったから諦めたんだけど、行ってできた人がいるってことは僕は諦めてる。え、でもどうなるのね。アビコさんの場合はさ、もう直で連絡取ってたからなんかんないけど。かわいそう。デフデブショーっていうの。さっきオメトラインしたらなぜか負の自撮りが送られてきました。あれ、ショーには来てないけど。福田さんこんにちは。やっぱそんな感じだったか。ファブの理由はそうだよ。ケイさんこんにちは。さとみさん2度目の訪問こんにちは。もっとこうちゃん KZ こんばんは。あすかさんこんにちは。さいちゃん何これ、何の文字か。やば、たまんねー。しおり何前髪が不調。約束ナイさんこんにちは。オンプオンプ高谷さんこんにちは。二度目の訪問横林さんこんにちは。アドレナリンなるぜパチパチパチ。55キロさん、あ、昨日か一昨日も来てくれた55キログラムさん。55キロなんですかって聞いた気がする。トミーガムさんこんにちは。ファンセなんかちょっとうまく歌えなかったけどね、気持ちということで。斉藤さんこんにちは。優しい歌声本当に。アメーふーちゃんおめでとう。クラッカーだとそうでかすぎてでかしちゃった自分でやったのにね。ファンセ最高、マス好きだもんね。うっうーちゃん、やっぱりしおちゃんのファンス好きね。えなちゃん一緒のファンス好きだもんね。自分で好きって言ってくれるから嬉しい。めっちゃコンタクトずれる。しおりちゃんいい声してる歌の。あ、全然よ。そんなことしおりお姉さんってこと。すぐるちゃんおめでとう。すぐるちゃん違った間違えた。すぐるちゃんおめでとう。ふーちゃんってしてるよって私はめっちゃ間違えた。おめでとうございます、ありがとうございますって言った。幸せなお誕生日です、よかったー。なんか最初でこの前誕生日の時本当に幸せだったから、なんかみんなにもさあんなにしあんなに幸せにしてもらったしさ、なんかなるほど、そうできたらいいなって思った。みーこさん初訪問こんにちは。ガッシュさんこんにちは。ともさん2度目ありがとう。ババロアフレンズさんこんにちは。
クイーンバレンタインさん、こんにちは。ひこいちさん、こんにちは。いっぱい初めましてさんが来てくれちゃう。まいまいさん、こんにちは。赤ちゃんさん、こんにちは。赤ちゃんおはちょぱ、しょりお姉さんのか。でもふーちゃんは、でもあれか、これで同い年になったね。もともと同い年なんだけどね一週間だけ同い年じゃない。よきよきよき、いいの若いな。そう、23でもね、そう、自分の年上の人からしたら若いなって思うかもしれないけど、私的にはやっぱりね、18で入ってからね、23っていうね、結構経ちましたよ。もう5歳年食いましたから、マジリパン入ってからね。タイム風呂敷を青を上にかぶりたいな。何歳に若返るつもり？一緒にガチで若返れるなら13ぐらい13歳ぐらいに戻りたいな。中学ぐらい。ピカルンさん、こんにちは。やっほー。17歳、高校ぐらい、高2ぐらいやん。そう、キャリア5年です。そう、皆さんにぜひ言っとくのは、4月13 4月13がツイッターに初めましてってツイートした日で、デビューは5月3日です。覚えておいてください。4月13だよね。5年だね。戻りたいね。そうだね、あの、戻りたいってか若返りたいってことね年の問題。557さん、こんにちは。これ肉麺屋さんありますよね。 大阪だっけ、ありますよね。551だ。しじゃなくて、中学はフレンチトースト投げられない、投げられたから嫌だ。どんな中学を過ごしたの？そういう学校だったの？フレンチトースト投げる学校。ふーん。道秀さん、こんばんは。翔太、こんばんは。イエーイ。コンピさん、2度目の訪問ありがとうございます。コンピさん、風が号泣でコメントできないらしい。え、号泣してるのかわいい、ウケる、かわいい、号泣してるの。目薬さしてた、さっき目薬さしてたばっかじゃない、出ちゃうわよ、かわいい。明日は二人ともお仕事一緒。星野さん、こんにちは。2度目の訪問ありがとう。ヤスペイさん、ペイさん、こんにちは。楽しみにしてたフレンチトーストまで何持ってるの？どういうこと？どういう気持ち？レイナさん、こんにちは。しおりさんって足軽から昇格したの 9月27だから4ヶ月半、デビューからその時の、なんか今の方が時間かかってるけど、その時の昇格期間で言ったら平均的だった。早いわけでもないし、遅いわけでもない人だった気がする。うんうん。うんうん。だから、それで足軽ジャパンに入って、もうちょっと、デビューしてすぐちょっとぐらいにもう、あゆちゃんは昇格してたの。同期だったけどね。って感じだった。おはちょぱ、おやすみ。キムチじゃない、フレンチトースト。キムチじゃない。あ、ショルちゃんチェキしっかり受け取りました。あ、コメントできたちょっと泣きやんだ。ありがとう、チェキ受け取りました。ありがとう。のどちゃんだ。
そう、この前ね、名古屋の時にのんちゃんが席頼んでくれて、ふ当てに書いてって言ってくれた、ね、いつもさ、なんて呼ばれてんの今さ、多分ショールームとかだからさ、ふって呼んでくれてるじゃん、あののんちゃんがふーちゃんのこと。普段は下の名前なの、気になる。ニンニク臭いピンチェキ欲しい。じゃあ旬のピンチェキ取ってニンニクかけたら一番良くない。桑之助さんこんばんは。7度ってことは私がしおるさんに10月か11月か、いつの5年前いつの10月いつも名字呼び捨て、そうなんや、なんで呼び捨てなん。あ、でも一応仕事部の先輩に当たるのか、一応とか言ってへえ。それガチにんにく臭い、ガチじゃないって何、ガチにしないと受ける。やばいね、もう3月終わっちゃうの。明日はね、日付変わる前に配信できるかな、できたら、まあ、ラッキーぐらいかな。あきらさんこんにちは。足柄があった年の10月か11月の大塚だったはず。はいはいはい、出た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 、ちょうどなんか2つに分かれてた時でしょ多分。うわ、めっちゃ覚えてる、ラブチョピとかいた時だ。大塚いたよ、大塚ハーツ、大塚 D、 あれなんか大塚の名前あんま分かんないけど、なんか出た気がする、なんか2つに分かれたの。いや覚えてる、最初は名字何ちがつじゅ、かわいい、たまごっちみたいだね。ち、そうなんや、なんて呼んでるの、のぞさん、のぞちゃんってさ本名なの、のぞみだっけ。ちいさんこんにちは、100回目の訪問ありがとうございます。100回も見てくれてるんですか、私の話嬉しい。ちいさん、ちあっとちえのおさん、ありがとうございます。しおりちゃんのお顔にニンニクは乗せられないよ、マヨネーズだよ、ほんとマイルドだね。明日はライブがないんだ、なんか一日ライブしてないだけでやばそう、やばやばそう、やばいな、気持ちが全然ライブしてないみたい。ディーバーだよ、ディーバー、大塚ディーバーか、2つに分かれてたの。そうそうそう、2つに分かれてて、なんかなんかしかもどっちに出るか分かんないみたいな、でなんか当たったら写メ撮れるみたいになった気がする、なんか企画してたんだよ、なんだっけ、急に2つに分かれてライブしますってなんだ。懐かしいあの時は初万歳だった、そうなんやって、通じたら前から知っとったんや、俺はバイト先で名字で〇〇くんって呼ばれてます。え、そのまま、そのままくん、え、上下だったらもうガン切れだけどそうなの。タラちゃんこんばんは。その時期もあったね、さん付け呼びにくくてすぐやめた。さん付けしてたの、ふーちゃんのこと。いくらちゃんこんにちは。どっちか当てたら、あったよね、なんか当てたらしゃべ、なんかあったよ、なんだっけ、しゃべチェキ1枚無料みたいな、あったよね、本当にどっちか言わないやつ。でもなんか終了その時にそっちラブチョピさんがいてし、仲良かったのめっちゃ、まるみちゃんとかと、いわちゃんとか懐かしいね。だからなんかみんなさ、終了はそっちだろみたいなさ、結構さみんな推測してさ、まあそっちだったんだけどさ懐かしいね、懐かしい。奥郁夫さんこんにちは。
あおさんこんにちは。シェレンさんこんにちは。ケンソリセブンこんばんは。上、あ、よかった。下だったらもう。へえ。え、男女比率は気になる。どういう感じなの？あの時はしおりさんだけまだバンザイの衣装ができてなくて足軽の衣装で出てたと思ってたの？本人から聞いた？あ、そういうこと？でもね、なんかね、バンザイの衣装ができてなくて足軽の衣装で出てた？でもね、なんかね、あのね、もともとね、9月27日のライブで昇格だったんだけど、その時に衣装を着てたから、多分足軽ジャパン、あれどうだったんだっけ、全然覚えてないどうだったんだろうね。ひとごとからは何々ちゃん呼び捨て、ひとごとからは、ひとごと人事から、あ、上、あ、言い過ぎた。上の名字の2つちゃん、クラスメートみたいな呼び方するやんののちゃん、お、上司さんなので、のどさんって呼ぶの未だに慣れて、え、そんな上司なの、のどちゃんって、偉い人やんやば、女子というか女性の人多い。そうなんだ。男子校室段ボールぐらいのスペースしかないかわいそう。え、女性の人多いんだ。なんか男性の方が、男性9割みたいなイメージだったのに。へえ。全然イメージと違った。やっほー、プリンちゃんこんばんは。プリンちゃんじゃない、甘酒こんばんは。甘酒をプリンちゃんってとか、プリンちゃんって呼んじゃった。一人だけ白っぽい衣装だっていう理由は私も知らない。あ、絶対足軽ジャパンだ。白い衣装、白、足軽ジャパンの時白だったな、多分。そうだ、その時らへんだった気がする。ケンさんこんにちは。でも、ね、今着てる紅白衣装とね全然違った。その時はね、昇格したら衣装がもらえてた、もらえてたのが紅白衣装しかその時なかったから。そう、今はね、プリーツスカート、あの一番上のスカートが赤で、中のパニエが白で、足カバーが白で、靴が今は赤なんだけど、全部真逆だったの、前は。全部真逆だったんだけどね。だから、しおりが昇格して2年ぐらいの間はずっと、白色のパニー、白色の、なんていうの、なんだっけ、白色の、なんだっけ、あの上のスカート、プリーツに赤色のパニエに赤色の足カバーに白の靴だったんだけど、なんかジャンピンの撮影をした時にめっちゃ天気悪くて靴ぶっ壊れたの。靴もぶっ壊れてなんかボロボロになったから、あの変えようってなった時になんか全部衣装変わったんだよ、その時っていう衣装話。今なんて4種類ありますけどね、足軽ジャパンも入れたら5種類ありますけどね、やばいよね。人事の偉い人はもうみんなママみたいな感じ。ああ、なるほどね。いや、そのぐらいの方がいいけどね、こっちとらこっちとらケンさんこんにちは。ふわふわさんこんにちは。やっほー、ふーペーペーなのでみんな偉い数。ふーちゃんペーペーなのめちゃくちゃいい子そう、ふーちゃんとお仕事場にいたら。プリンちゃん、私が今日から藤崎しおり、あ、しおりがプリンってことね、分かったおやすみ、おやすみ。室尾さんこんばんは。やっほー、室尾さん。室尾さん、あのお城やってるから頑張って、応援してるねそれはみんなに抜かれないようにひたすらに頑張るから、みんなは白レベル15を目指して頑張りましょう。なんかパン焼くところは男ばっかりだけど、俺はパン売ったりする係だから。
すぐるちゃんがパン焼くとこ想像できない。見たい。じゃあ、あれ見たい。相槌してるとこ。かわいらしい子かつ一人白い人だったらインパクトに残って、その時マジやばかったと思うよ。やばい頃時期だったと思うよ。その頃いろんな意味で。もももさん、こんにちは。もももさん、りんごさん、こんにちは。パン屋って値段覚えるのも大変そうだよね。え、わかる。 30% オフとかあったら絶対できない。あの計算がとかより覚えれない。これの 30% が何とか絶対分かる。あ、アイプチ無理すぎて、なんかシンデレラかな。やばいね。勝利もね、アイプチ初めてやったのに、高校生ぐらいの時に最初ほんとできなかった。めっちゃ不自然だったんだよね。でもなんか友達に教えてもらったりして、しかもさ、のりタイプとテープタイプあるやん。なんかまぶたがなんかこれまぶたの分厚さとかにもよるけど、なんかのりのくっつけるタイプのやつはなんか結構もともと形ができてるとかの方が似合うよね。でもあれさ、失敗したらもうさ、剥がしたらめっちゃ腫れちゃう。あれやったら腫れるんだよ。なんか昔ね、アイトークとかしてたの、ピンク色のね、1000円ぐらい。あれ難しかった。マーシーさん、こんにちは。ちーちゃん、こんにちは。その頃になぜかツイッターフォローされてから、ショールームに初見したのがじゃめっちゃ前なんだね。そりゃバンザイジャパンとか、なんかバンザイとか何かかがあったらフォローしてた。その時はもうどこもかしこもとかも、いいね、フォローされてなくてもいいね来たらフォローしに行ってた。アイプちゃん、みのちゃんによって形が変わるので、わかる。本当にだから日によるよね。起きた時によるよね。もうなんか前日から何かしてももう起きた時によるよね。探偵ナイトスクープでパンの値段早打ち対決したことあるよ。バーコードないもんね。確かにピーできないもんね。しかも3種類ぐらいだったら覚えるけどさ、十何パターン無理やん。テープタイプは、わかる。しおりもやすとアイプチしてんの。なんかお肌とさ、眉毛の話したよね。それからだいぶ経ってから現場での初だった気がする。じゃあ本当にだいぶ経った後だね。そんな昔から知っててくれたなんて、初知り。マロウさん、星ありがとう。タカタカさん、こんにちは。 A さん、こんにちは。チェルシーさん、こんにちは。この前はノリで練習してどうだ、どっちが良かった。なんか人によるんだよね。それはもう圧倒的テープ。しかもテープにもさあるよね、いろんな種類。なんかこう伸ばした細いやつがいいかも、ベーンって貼るタイプがいいか。今日はね、今日はちょっと伸ばしてる日、伸ばしてる方が細いからめっちゃ自然なんだけど剥がれやすいんだよね。あのこのつけてるさ、面積が少なくなるから伸ばすと。だからもう取れたら取れたの。即寝したみたいにして、あ、全然だよ。アイプチはちょっと練習したことあって、でもめんどくさくてやめた。あ、そうなんや。二重整形して、わかる。なんかさ、結局さ、なんかさ、あのあれだよね、アイプチとかさ買ってる結局の総額よりさ、今さめっちゃ安いやつとかさ数万円とかでできたりするから、なんかね、惹かれるよね。なんか悩みがなくなりそうで、すごいわかる。めっちゃ調べたことは、何個も何個も調べたことは、調べて終わるんだけどね、いつも。めっちゃわかる。やりたいなって思ったこと正直あるけどね、なんかね、どうなんだろう。まあ現場はね、いつとかレベルだからね。あ、その時、今も？でも今はこれから私たち月1でしょ。テープはファーって暴れちゃうのでノリ派です。あ、ノリ派ね。よしおり、ノリ派、ノリめっちゃ下手なんだよね。めっちゃ下
5万以下なら割とあり。え、だよね。なんか湘南なんとかとか、え、B なんだっけ、 BTS はバンタン、なんかさ2文字か3文字の英語のやつなんだっけ、 TBC だ、めっちゃ調べたことある。 TBC と湘南美容なんとかは3、4万ぐらいでできたよちょ、ガチで調べた、結構調べたからね、知ってる。うん、なんかな、でもなーって思っちゃうんだよね。今日のまつげちゃん、今日はちょっとサボってるからね。あ、なんかこう白いよね、さっきからね。あ、アイラインが取れてる。てっちゅんさん、こんにちは。湿布とかみたいにちまちま思想テープ、ちまちま貼り心地は何でもないよどれもテープもどっちも、なにこれ、なりすぎてやめたの。でもあなた目の形好きだよね。私もね、いろんなの試したけどね。結局私はね、テープ派だったわ、百均のなんかね、なんだっけ、メザイクとか1000円ぐらいするやつとか、しかも1000円で3、40本とかしか入ってないから、もう間違えたら2週間分ぐらいしか持たないの。1ヶ月とかめっちゃ頑張って1ヶ月とかだと思うけどね。なんか嫌じゃん、そんな。で結局これ、結局このピンクのね、このアイテム、100均のね、このテープです。こういうやつ、汚いんだけどね、こういうやつ、これがいいです。これは片目10秒で割るから。妹がしてたからさ、それでやりたいなって、あ、それで遊んでたってこと、わかる。5枚かな。でもなんかね、やりたいなって気持ちはめちゃくちゃあって、めっちゃ調べてんだけど、調べた時もあったしね、そのやりたいな気がめっちゃあるの。何ヶ月に1回自分の用紙に、本当になんか結構気性激しいから、なんか結構ルンルンな気と、めっちゃネガティブな気があるので、このネガティブの時にめっちゃ調べるでも調べてなんか満足しちゃうんだよねっていうことを何回も何回も繰り返してきた。加藤さん、こんにちは。やりたいならあり。そうなんだよね。でもさ、今この100均のテープペッて貼るだけで、まあ変に不自然なわけでもないし、これが合ってるかなって思うから、まあ結局これでと思うけど、妹は15万ぐらいし、あ、15万ぐらいだったんだ。でもさ、わかんないね、それのさ、なんか安いのか高いのかわかんない。みんなで主体性器の話して楽しいよね、こういう話するのパトラギュー、こんばんは。15万なのか、15万っていうのは高いのかな、安いのかな。でも本当に高いとこ29万とかするよね、絶対失敗しないみたいな。そうそう、これからは月1を目指すから、増えるか。そうだよ、おめでとうおめでとう。私たちだって9日でしょ、待ってるから。この日もう一緒に予定に入ってるから、頭の中で高すぎるね。ゆっくいいの、なんか聞いたことあるな。エルビスさん、カナさん、こんにちは。加藤新さん、こんにちは。カップ最新みたいな名前。5月3日さん、みんなでピバラロック行くんやけどさ、5月4日みんなで BJ あれば行こうってな。え、来て来て。5月3日しおりデビューした日だから次の日でしょ。5月4日おめでとうって言ってきて、あれだ、ゴールデンウィークらへんだろやろ。なんか何って言ったら欲しいな。なんかね、NG ワードみたいなのがある。確か、例えば、うんことか、ブスとかも欲しいになるよ。デブとか。そういうなんか多分だけど、配信者をなんかこう、に対してダメな言葉が欲しいになるようになってるの、ショールームって。ちなみにこれなんて言ったの？しおりちゃん、お先に失礼で、これがち、あ、本当にガチ？二重整形は、施設によって金額が変わる。そうなんだよね。2点止め。勝利が探してていいなって思ったら2点止め。ね。ネガティブ期、分かりみが深すね。もうさ、ネガティブ期に入ったらさ、ネガティブにしか考えられないよね。でもさ、あんまりみんなにさ、ね、そんなん全部さ、感情顔に出してたら、多分一緒に、1ヶ月に1回がこういう顔になっちゃうからさ。
それはしないように心がけてるけどさ、あるよねそういう時。そういう時はもう本当にそういう気持ちにしかなれないよね。りなちゃんこんばんは、てるさんこんばんは、つかのやっほー来たよ、やっほー、ありがとう来てくれて。はじめさんこんばんは、ふるさとのゆうさん、こん300回目の訪問ありがとうございます。メイ MAGE さんこんにちは、なんて呼びますか。来月の大阪遠征、家から自転車で3、いや家から電車で30分ぐらいのところだった。うん、大体全然出てない。結構ね遠征とかはね早くて1週間前とかになっちゃう。遅かったらもう本当にね3日前とかにね大体発表とかもあるんだけど、ね、結構ギリギリになっちゃうんだよね。でもさ今回の大阪遠征高いよね。なんかなんだっけ6000円ぐらいした気がする。なんか船の上のやつすごい豪華だから頑張りたいけど、ちょっと値段するからちょっと心配。大丈夫？ももさんこんにちは、ももさん、クッキーさんこんにちは、2度目ありがとう。ここの会館なら近未来会館かなと思ってるんだけど、ね、マジじゃあ近未来会館で待ってる。前回もそこだったね。そういえばねえ、かわいい名前とグループ名教えてほしい。バシヤホね、元気なのバッシー、この前誕生日だったからお祝いしに来てよ。初めて会ったみたいなテンション受ける。ジャミさんこんにちは、リョウジさんこんにちは、こんにちは。造船所ってガチの星やから早く出してくれって思うような、なんかあれだろ、4つしかも会場があるらしいからね、だから全然わかんないんだよね、どういう感じになるのか。でも4つの会場のまずどこかってっていうのも楽しみだし、うちらはね多分2日間出るからね、楽しみ。あー楽しみや、楽しみ。バンドの時は4つステージやった。あ、うちらの時もうちらの時も4つステージがあるらしいよ。え、その4つのさ会場は行き来しやすい距離ではあるの？お宅のお財布心配してくれるの優しいわね。いやまあね、そりゃそう、当たり前じゃない。あ、でもあれかも、しょうにも結構お宅、もともとバンドジャパンのお宅だったし、今でもたまにアイドルさんのライブ見に行くと急にチケット買うこともあるからさ、大事だよ。てか値段ってだってね、3000と6000円だったら倍違うし、チェキ2回取れるしさ、結構ドリンク代が500円か600円かっていうのも大事。みんなのねお金も大事だから。倉庫の中とか外とか面白そうなの。倉庫の中気になる。周りでも高かっただよね、高かったよね。夕方とかなら確実行けるけど、お昼とかだったら仕事休みなら行けると思う。お時間にあるね、どうだろう、どうする10時とかだったら。フェスってあれぐらいすれば、まあでも割とね、お名前出してあれだけど、アイドル甲子園とか結構なんか大型フェス系はまあお値段するイメージはある、うん。まあ、グループも多く出てるし、会場もね何個かあるって考えるとね、そうするだよなーみたいな感じではあるけど、はい、お祝いしに行きます。待ってる感じ、バッシー23になって、あなたと出会った時多分10代だったけど。ねえやばくない？ 23 よバッシー、どうする？あ、個人マルシで近、あ、そうなんだ、結構4つのブース近めなのね、いいこと知った。ジンさんこんにちは、ジンさん船の上なの？え、多分ヤスと行ったことあるのかな、ヤスと船の上なの？ロックフェス1万円くらいするから高いとは思わない、あとはレギュ、まあそうだよね。まあなんかもともとね、ヤスとかフェス系がのなんかイメージがある人的にはね、6000円でもおおって感じかもしれない、まあまあって思うかもしれないけど、割とセオリ的にはね、アイドル現場の同じくらいの層の考えるとね、6000円って高いなって思うしね、やっぱツイートする時とかにね6000円って書くと、あ、みんなごめんごめんねじゃないけど高いよねって思っちゃう。ソッシーなんてもっとスパチャ
安いのもっと投げんかい言うよ。スパちゃん YouTuber のこと知らんその人はい、千人切りのオタクです。懐かしい。そうだよ、懐かしいね。千人切りとかしおりがデビューして半年後だから DVD 残ってるけども、本当にパフォーやばすぎて見たくないもんやばいよ。そばし多分最近会えてないけどちょっと成長したかもしれないから会いに来てね。まめさんこんばんは。遠い中の陰キャだからフェスとか怖いね。怖いね。最初東京来た時は一人すぎてびっくりした。なんでこんな集まってるんだと。超わかる人いっぱいいる時でもドキドキする。すみちゃんやっほー。最近すみちゃん葵ちゃん好きでしょツイッター見た。次仲良くしてあげて。ってかうちは年近いじゃん。葵ちゃん今年あ成人かいな。 3つ違ったわ、ね、あれあれ。ガオさんこんにちは。船の上じゃなくて先着上的な感じ。あ上じゃないの。あ違うの。そんな上かと思ってた。だからさ酔う人大変だなって思って全然違うのか。デセオさんこんにちは。エレノアさん、エレノアさんこんにちは。普通に船泊まって、え、そう楽しそう。楽しみ。なんかしおり結構フェスみたい好きなんだよね。なんかライブハウスとかでさやることが多いけど結構野外とかも好きだし、なんか普段と違う形っていうのにあれかも惹かれるかな。オリマンやっほー。あおしめんが職質されてた。オリマンこんばんは。スーさんさんこんにちは。スーさん優しいしおりちゃん好き。ありがとう。麻婆豆腐作ってる。いいね。ええやんええやん。いっぱい食べて。よっちゃんこんにちは。沼やっほー。こんばんはねん。沼たねん。分かった。うん、前もそうでした。当たって次第でまた半日くらいの耐久戦になるのかな。いやもしめっちゃさ見たいところ他にあったとしてさ、結構時間でも待ってくれる人。前回も見たいの全部見た。俺と耐久戦になった。あってことは待てる人だ。北加賀屋合ってる。北加賀屋は前の雨村に比べたらおじさんは安心です。治安的なこと。雨村ってほんと時によって治安違うよね。船着き場っていうのこれ。サンフラワーとか見れるといいね。サンフラワー、カニフラワー違うかね。サンフラワーってアイドルさん。ひまわりかと思った。わら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 。さきそらさん、なんと言いますか。さきそらさんこんにちは。なんと言いますか。さくさくはんよ。さくそらさん4年前に秋葉原つゆぼで8席取ってからずっとしおりを死してるよ。ずっとずっと本当にでも変わらないで言ってくるよ。なんかたまにさかぶった時とかに遊びに来てくれるけど嬉しいなって。もう絶対しおりに水色降ってくれるし、これからもよろしく。でももう4年なんだね。うちら早いね。てか初めてお祭り騒ぎ聞いた。高まった。いつ。そうなのよ、葵ちゃんハマってるし。葵ちゃんよろしく。葵ちゃん進める。うん、時間さえあれば待てるよ。基本ライブ見るの。いや撮影する、撮影するの好きだよね。ツイッターに撮影の写真上がってる。バンドジャパンたまーに撮影あるからね。よかったら撮影して。本当にたまにだけど、なんかそういうそういうライブの時はなんかさあるやん。撮影可能ライブの時はバンドジャパン NG にはなったことないって感じかな。発展途上の人応援したいなって思って。えアイドルはみんな発展途上だよ。サーピーしょうちゃん後ろで見とった。あーサーピー、あ確かにね、好きって言っとったね。お餅騒ぎ好きなイメージある。あの読み方なんて言うんだろう。本宮さんですかね。なぎささんこんばんは。ニルスさんこんにちは。なんか後ろアイドルみたいなのいっぽって恥ずかしくて、ねね、あれなんだ、あれ誰なんだろうね。それも
いっぱいアイドルさん見てくれててさ、ライブ誰なんだろうと思いながらライブしてた。そりゃそう、なんか割とでも言いたいことは分かるけど、なんか自分の価値観とかさ、イメージでこの人はなんか出来上がってる、この人は出来上がってないみたいなのがあるかもしれないけど。ファイトさんこんにちは、ずっとさつかならいいね。そういうアイドルさんもいるし、そういうのよね、1ヶ月限定バンザイジャパン1ヶ月限定撮影可能付きとかあったら面白いかもね。そうなんだ、バンザイさんは現場で撮りたいのはスクショしかまだ撮ったことない。アイドルライブジャパンかな。ワイさんこんにちは、今日もビールが美味しいですね。こんな時間飲んでるの、てか今何時ですか、やばい時間、もしかして。そしたら明日もね微妙に早いのでね、ちょっとおしまいしようかな。あややんさんこんにちは、そしてで、して曲中疲れて水飲んでたら知らんアイドルみたいに笑われたこの人踊ってたと思ったら疲れてたでっつって、撮影家の時に写真撮りたい欲としっかり見たい欲でドキマキです。あ、確かにね、結構遠征の時とか多いよね、撮影家の MC タイムだけとかなっちゃうけど、一時やばいね、ちょうど1時間ぐらいした、ずっと聞いておりました、ありがとう、お休みしくじゃ、ありがとう、夜遅いのに、しかもまた疲れてるのにか。そうそう、配信ライブを撮ってツイッターに上げたこともある。あ、そうなんや、なんかすごいあの写真載せてるイメージある、ライブ中の。お疲れちゃん、ありがとうちゃん、初段2年前かな、戻るとしたら今 111時11分、結構経ったね、1時間10分ぐらい。配信ありがとう、みーちゃん最後まで起きてくれたの、ありがとう。配信ありがとう、おやすみ、おやすみ、おやすみーちゃんと、おやすみーちゃんトムキに感謝やね。てか一人暮らし寂しすぎて泣いたり、一人暮らしだってずっとさ、一人暮らしじゃなかった人が一人暮らしはやばいね。みちくんお疲れジャパンありがとう。ジャニスさんこんにちは、どんちゃんですがさんこんにちは、ヤストお疲れ、久々聞いてよかったね、この前のベロベロに酔っててね、なんか何言ってるか分かんなかったよウケる、いえいえ、ラーメン食べます、で食べてください、配信ありがとう、チュポティカリ、ポカリみたい、ポカリ。しおりに会えてないから心配ではあるけど、自分はしおりのこと好きです、本当に、もう本当にあの心とか体に余裕ができたら会いに来てね、今は本当に大変そうだから一緒で応援してるわ、しかも伝わってる、いつもツイートしてくれてるから、お疲れ様でした、いっぱいいっぱいありがとうございました、ラブちゃん今日はお祝いでした、福くんおやすみ、お疲れ様でした、いつかしおりさんもカメラに収められること、撮ってほしい、いつか助かったらいいね、奇遇ですね、僕は2年前ループしてループかわいい、ループでさ、ループ大賛成で、しおりのかわいい待ち受けでやばいほど救われた、今待ち受け何にしてるの、みっちくおやすみ、おやすみっちしおりち、ありがとう。まあほりちゃんさんこんにちは、 YVQ34345DE さんこんにちは、今日のお仕事頑張る、マジ頑張って、お誕生日お仕事するとかえら、また新しいのできた、おやすみーちゃん、おやすみ、おやすみーちゃんやばいね、あの1ヶ月にあの2つぐらいなんかでできていってるから、ラブチありがとうございます、明日も頑張って。ひーさんこんにちは、東京勢もやばいよ、飲まされる、おやすみ、おやすみ、リアルに泣いちゃった、マジ寂しくて、赤ちゃんや赤ちゃん、頑張っていきます、頑張って、処理も体には気をつけて、ありがとう、そう昨日一昨日と全然腰痛くないんだよね、なんかさ先週1、2週間ぐらい痛すぎてさギャー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 言ってたけど、今めっちゃ元気、
やっぱ気圧落ち着いたからかなみたいな感じですけどね。スキピオさんこんにちは。プリンちゃんコメントもしてくれてありがとうございます。こんにちは。トゥースピットのエクトクテル、あアフロの日だ。それも中継にする、あれずっと場所検索の嬉しい。レイちゃんさんこんにちは。カミカミさん2度目ありがとうございます。もっとエグちゃんエグちゃん誰それ。では今日は終わりたいと思います。明日、明日っていうか今日はねライブがないんですけど、4月1日2日とね2日連続ありますので、アイドルライブジャパンがあります。ぜひ来てください。そして2日はね新曲披露っていうことで、ね、超大事です。来てくださいね。あと4月何かあったかな。4月は3週目が大阪、4週目名古屋、5週目が福岡ということで、ぜひお近くの方来てください。あと都内の方が会いに来やすい、来やすい方は1週目2週目来てください。でも2週目の10日がオフ会なんですよ、リリベの。なので今月実質都内にいるのは2、3、10、2、3、9で会いに来てください。都内の方土日ね待ってまーす。ずっとお気に入り、嬉しい嬉しい、買えないで、しばらくツンツンできたね。みけちゃんさんこんにちは。ということで今日はおしまいにしたいと思います。ではこの後はロームバで会いましょう。すぐロームバ開くから終わった瞬間。じゃあねー、バイバーイ。書いてもしおりの写真、あ、嬉しい嬉しい。そう、書いたとしてもしおりね。でもなんか結構何ヶ月もそれにしてくれてるってことかなと思って、すごい嬉しいけどね。なんかその変わらない感じ、グッとくる。ではまた。